ユニット株式会社の浅野さんです。ユニットで一番熱い男、熱苦しい男、ユニットの浅野です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。吉田さん硬い。じゃあ私のことYouTuber 浅野っちって呼んでください。浅野っちで。ここ吉田さん、はい、あだ名はないんですか。まあ本当ごく一部にイクミンって呼ばれてます。じゃあ今日はイクミンで、はい、早速なんですけど、はい、じゃあ一緒にジャンプしていただけますか。はい、わかりました。せーの、よいしょ。それでは早速ユニットさんの売れ筋商品のフリー掲示板紹介していただきたいと思います。はい、こちらがフリー掲示板です。はい、その通りフリーな掲示板、自由な掲示板なんですよ。工事現場ではいろんな元請けさん下で協力会社さんが集まって一つのものを作り上げるんですけれども、はい、必ず朝朝礼をするんですよ。はい、で大きい現場さんですとか建物大きい敷地のところでは朝礼広場っていうものがございまして、はい、そちらに安全掲示板、例えば今月の安全目標、今週の清掃当番、はい、今日の1日のサイクル、お知らせ事項、現場の配置図とか入ってるものをよく掲示して使われるんですけど、はい、みんなの伝言版ですね。伝言版、はい、はい、それが山崎チャンネルのお客様、設備関係のお客様はそうですね、はい、大きい現場というか回収現場だったり、はい、地下の機械室に現場事務所があったりして、はいはい、そういう大きい掲示板を掲げる場所がないお客様が多いんですよね。そうですね。そういうお客様のお声をお伺いしまして、はい、当社で開発した商品がフリー掲示板ですと。こちらです、はいはい、これすごいんですよ。いきますよ、ポン、いや巻き取りできますんで、ビニールなんで車に積めます。すごい、持ち運びも楽々です。これ裏返しでしたね。裏返で、紐がついてるんでぶら下げることもできます。空いてるスペースにぶら下げて、はい、あと裏面にマグネットがついております。お、裏面にまで。ということはつける場所がない機械室とかの現場事務所様にスチールの場所だったらペタッと貼ることもできるんですね。すごいです。たくさんこれ収納もできるんで、収納っていうかできますね。そうなんですよ。これ A4 サイズの紙が入れれるようになってまして、はい、A4 と A3 サイズもあるんですよね。いろいろな種類に分かれていますよ。はい、種類もたくさん出ておりまして、はい、当社のカタログをご覧いただければ分かるかと思うんですけど、はい、A3、A3、A4、A4、A3、A3、A4 いろんな、まあ、もうそのとこの用途、ね、ね、もうポンポンポンっていろんなパターンがありますんで、はい、用途に合わせて。そうなんですよ。すごいですね、はい、フリー掲示板、はいはい、色も青と黄色と緑が既製品でございます。はい、黄色、青、緑ですね、はい、すごい。あとご説明しなきゃいけないのは屋内型と屋外型があるんですよ。 2種類あるんですね、はい、屋内型は横からポケットになってて雨が入るの関係ないんで屋内用になってるんですけど、屋外型覆うタイプになっております。蓋がついてるんですね。間違い探しですね。気づかないです全く、はい、そういう使い分けがあるんで屋内型と屋外型お気をつけてご購入いただければと思います。あとですね、この掲示板特注もできるんですよ。特注、特注、はい、製品の A3、A3、A4 とか決まってるんですけれども、はい、オリジナルの配置をしたいとか社名を入れたいとかいろんなことができるんですよね、はい、その場合は例えばここに年間目標、会社の年間目標を入れて、はい、社名を入れて、はい、オリジナルの内容でつけて作ることもできます。オリジナルの注文もあるんですか。もうできます、はい、すごい。その場合は白地にベターって印刷かけるんで、はい、例えば極端なピンクですとか、あら、ピンク可愛いですね、オレンジですとか、はい、何でもできます、はい、でなおかつですね、これ A3 と A4 のポケット既製品は紙入れるタイプなんですけど、はい、特注の場合はなんとラミネートした紙を入れれるサイズもございます。ラミネート品も入れれる。そうなんです、はい、普通のサイズですと普通の紙しか入らない幅になってるんですけど、よく現場でラミネートしたものをちょっと幅広くなってるのを入れたいと、はい、いうこともあるんですけど、はい、その時はラミネート用のちょっと規格外のサイズのビニールも用意しておりますので、それも対応できるということでございます。ぜひ現場仕事で、ね、そうですね、ご活用いただければ。はい、詳しくは当社のホームページをご覧ください。はい、よろしくお願いします、はい、山崎会チャンネルにグッドボタン、登録ボタン、ぜひクリックお願いいたします。お願いします。ありがとうございました。